ル日本をご覧の皆さん、こんにちは、ほのかです。今私は DVD の撮影で沖縄に来ています。沖縄では3日間連続続けて晴れというわけにはいかず時々雨も降ってしまいましたが、楽しく撮影をしてきました。ぜひこの DVD お手に取ってたくさん見てください。撮影中に一番大変だったことは、これも海辺なんですけど、カメラにこう掴んでる感じでぐる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 回るんですけど、もうカメラマンさんがもう本当に早くって回るのが全然ついていけずにこけちゃったりとかもして、とにかくそれがすごく大変でした。寝るときはショーパン、夏だとショートパンツに普通の T シャツを着て寝てます。冬はスウェットが多いです。上下スウェットで寝てます。小学生の時はワンパクだったと思いますとにかく体を動かすことが大好きだったので、一番得意な授業は体育でした。理想の告白のシチュエーションは、直接っていうのは苦手なので LINE かメールで今電話できるって言ってもらって、で電話で告白されたいです。誰にも負けない自信のあることは、くしゃみの真似がうまいことです。やります。みたいな感じです。つい言ってしまう口癖は、なるほどとか、あ確かに確かにとか、あうーんうーんも口癖うーんも口癖です。今後やってみたいのは、森の中で撮影とか、そういう自然いっぱいな、自然に囲まれたところで撮影してみたいです。ぜひDVD 見てください。お願いします。